さあ、今日のトイウォーズは3年の交際期間を経たセーザーゴルトとスケルトンボーボーから物語を始めよう。僕たち付き合ってからもう3年だね。全くもってその通りね。そろそろ君の作る味噌汁で朝を迎えたいんだ。今も作ってるじゃない。いや、そういう意味じゃないんだ。その、なんていうか、正式に少子化社会に貢献しよう。え、それってどういうこと？日本の人口を増やすことに二人で貢献する関係になりたいんだ。つまりそれって、そう、何のね、許可もなく、何の打ち合わせもなく、毎日仲出しセックスができる関係。つまりそれって、ああ、そうだよ、君と僕で夫婦になろう。2ヶ月前からその言葉を待ってたわ。そう、佐世保は長崎県だ。なんだお前たちは。我々は人の幸せを許さない幸せバスターズ、トッド、ブルマ、モーリコー。もう一度言う、人呼んで幸せバスターズだ。いいか、お前たちは何も気づいていない。全くその通りよ。あなたたちが幸せになるために何人の人が犠牲になっていると思ってるの。モーリコー、一体どういうことよ。私たちが幸せになるのに誰にも迷惑かけてないじゃないの。ああ、全くその通りだ。これを見てもそう言ってられるかしらね。この人の顔に見覚えがない。あ、あれは、ついに見つけたぞ、スケルトンモーモー。いや、こう呼ぶべきか、花子。この人は噂に聞くパニッシャーじゃないか。お前、パニッシャーに何かしたのか。私はもうパニッシャーではない。復讐に生きるのはとても悲しい。だから隠居して農場を始めたのだ。今の私はニコニコ農場の愉快な農場主、人呼んでパニッちゃんだ。花子、戻ってくるんだ。戻ってきてくれ。お前がいないとニコニコ農場の経営は破綻寸前だ。いやよ、私は食用の高級ステーキ牛になりたかったのに、あなたは私に乳牛であることを強要した。いいか、ステーキになると死んじまうんだぞ。乳牛になれば5年は生きていられる。なのになぜだ、乳牛として生きたいと思わないのか。私は乳牛として恥をさらすぐらいなら立派なステーキになりたいの。ステーキってお前、あだこだ。ご覧なさい、みんな自分の幸せを主張するばかりに相手のことを尊重できず、結果的にみんな不幸になっていくのよ。全くもってその通りだ。マリコ、なんだと花子、もう一度言ってみろ。何だとも言ってやるわよ。あんたは本当に自分勝手、いつもいつも自分勝手な男だったわよ。でもこの人は違う、この人は違うの、自分勝手じゃないの。なんだと、この男、そんなにこの男がいいのか。そうよ、だってこの人は自分勝手じゃ。その時、花子はさっきのセーザーゴリドの言葉を思い出した。何のね、許可もなく、何の打ち合わせもなく、毎日仲出しセックスができる関係。そうなのね、そうだったのね。やっとあなたの本性が見えたわ。あんたも自分勝手な男だったのね。男なんてクソ、私の前にいる男はみんなクソだったんだわ。あんたら二人ともぶっ殺してやる。なんだと、殺せるものなら殺してみろ。殺してやるわよ、二人とも。もう殺すしかないわ。三人は重傷を負った。ほんと、人が不幸になるのって幸せよね。全くその通りだ。マリコ、え、マリコ、マリコ、マリココ、マリココ、マリココ。マリコ様はこう言っていた。今我々が人の不幸を見て幸せになったのであれば、我々の存在理念として自分たちを殺すべきではないのかと。全くその通りね。全くその通りだ。こうして三人は殺し合いを始めた。後に残ったのは6人の悲しい気持ちだけだった。良い子のみんなも、人の幸せを妬んでばかりいないで、自分の幸せについて深く考えてみよう。こいつは特大のクソだぜ。